はい、どうも、くるりと申します。自殺志願者同盟実況パート3始めたいと思います。前回はチャプター2のやりたいことは順調っていうところまで終わらせているので、今回はねチャプターの3、本当は死にたくないっていうところから始めていきたいと思います。はい、なおくん視点ですね、今度は。みずきちゃんかと思ってたけど、そうなんですね。はい。毎日毎日、必死になって学校に通っていた。クラスには、友達が一人もいなかったし、本当に勉強するだけの場だった。あんさ、お前がトロいせいで、俺たちの班怒られたの分かってる。ごめん。おい、こいつ全然反省してねえぞ。どうする？みんな意見ある？あの日のことは今でもはっきりと覚えてる。生徒たちが部活に勤しむ放課後、人気のない男子トイレで。じゃあ決定、一人一人思うように殴る蹴るっつうことで。このね、なんでいじめて男子トイレとか女子トイレで行われるのかっていうのがすごい不思議なんですよね。別に教室でもいいじゃんね。なんでなんだろうね。まああんま先生の目が届かないからなのかな。え？大丈夫だよ、目立たないところに的絞ってやるからさ。ほら反省しろよ、このどんくさ。土下座でもしたらどうだ。罵倒の嵐ですね、本当に。その日、僕は初めて直接的ないじめを受けた。こんなの、ドラマや漫画だけの世界だと思ってた。僕がこんな風にリンチされるだなんて、思わなかった。出して。は？お願い、ここから出して。だってよ、どうする。ってことはなおちゃんは閉じ込められてるのかな。しょうがねえな、そろそろ飽きてきたし出してやるか。裸にしてからな。なんでいじめって。もう一つ気になるのが、なんで裸にするんだろうっていうことなんですよね。なんかよくさ、ニュースとかでも裸にしてとかあるけど、別にね。だっていじめてるってことはその人のこと好きでもないから、裸見でもなんとも思わないですよね。むしろ別に興味ないなら裸にしなきゃいいのにって思うんですけども。まあね、これは本当にいじめてる本人にしかわからないことだよね。よくわかんないや。やだ、話脱がせろ。やめて。先行来たぞ。やっべ、逃げるぞお前ら。やっぱ先生が来たら逃げるあたりね、まだ学生ですよね。おいお前ら、下校時刻が。おい、どうしたんだ。これは見つかってよかったのか、見つかりたくなかったのかはどっちだろうね、なおちゃん。次の瞬間、僕は駆け出していた。家に帰ると、お母さんが僕のぐしゃぐしゃの顔と破れた制服を見て青ざめた。お母さんはすぐに学校に連絡し、大騒ぎになった。それから、僕をいじめた奴らと、保護者の人が謝りに来たけど、顔も見たくなくて隠れていた。もう何もかもが嫌だった。ずっと自分の世界に閉じこもっていたかった。その日から僕は学校に通うことをやめたんだ。なるほどね。夢かな、誰ですかね。誰かに小声で名前を呼ばれる。
肩を揺すられる。うん、これ多分蒼太くんですね。おい、起きろってば。ん？その声にゆっくりと重いまぶたを開ける。すると目の前に蒼太の顔があった。何？まだ朝じゃないでしょ。ちゃんとした時間はわからないけれど、まだ夜中のはずだ。こんな時間に起こすなんて何事だろう。噛むな、なんか何事だろう。お前忘れたのかよ。何を？エロビ。そうですね、確かにお昼買ってたもんね。でもここで見るのあれですよね。あの水木ちゃんいますよね、同じ部屋に。は？昼間買っただろ、放課後女濡れ教師24歳ってやつ。これ読みちょっとよくわかんないけど、間違ってたらすいません。一緒に見ようぜ。興味ないからいい。何言ってんだよ、男なら興味ないわけねえだろ。本当に興味ないし。いいからいいから。 うわ。蒼太に肩をつかまれてバランスを崩す。そしてそのままテレビの前へと移動させられた。ほら、みずきちゃん起こさねえようにイヤホンつけろよ。本当にいいって言うのに。イヤホン、左と右どっちがいい？蒼太は聞く耳を持たずという感じだった。ため息一つ。左。よし、じゃあ俺が右な。渡されたイヤホンを耳につける。DVD プレイヤーはっと。一方蒼太は DVD プレイヤーをいじってディスクをセットしていた。本当に見るんだ。セット完了っと。んじゃあ再生すっぞ。ねえ、音大きくない？これぐらい大きくねえと意味ねえだろ。うん、これくらい大きくねえとダメだろ。それにしてもすっげえエロいよな。ナオくんは興味ないんだろうね、本当に。テレビ画面には生めかしく女の人が踊っている。なんだかすごくいやらしい。でもこんなもんか。モザイク結構濃いんだな。どうでもいい。なんですかね、この微妙な間。とここで蒼太がすっと立ち上がった。悪い、ちょっとトイレ。ふん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 、何しに行くんでしょうね。歩き方変。これはナオくんはわざと言ってるのかな。ば、なこと言うんじゃねえよ。半ば駆け込むようにして蒼太はトイレへと入った。ゆっくりと息を吐く。もしかしなくてもこういうエッチなビデオを死ぬ前に見たいというのも死ぬ前にやりたいことなのだろうか。もう一度画面に目を向ける。蒼太は遠野さんのことが気になっているようだった。彼女のこともこんな風に見ているんだろうか。だったら嫌だな。なるほどね。遠野さんのこと好きなのかな。その後DVD 鑑賞を終えた僕たちは再びベッドに着いた。蒼太はすでに大きないびきをかいて寝ているようだけど、僕は一向に眠れなかった。どうしてもさっきの映像が頭の中で再生されてしまう。
みずきちゃんかな。なおくん？え？ゆっくりとまぶたを開けると、そこには眠れないんだ。うん。寝ていたはずの遠野さんが僕の方を見ていた。さっきエッチなビデオ見てたでしょ。その言葉にドキリとする。バレてたんだ。まあバレますよね、同じ部屋だもんね。結構物音とかで起きちゃったりするもんね。どうして結構眠りが浅い方だからさ、二人の声聞いて起きちゃったんだよね。これは気まずいですね、ナオ君。恥ずかしい。まさかあんなビデオを見ているところを見られてしまうなんて。いいじゃん、すごく楽しそうだった。別に。誘ってくれれば混ざった方に。女の子が見るものじゃないよ。そう？そうだよ。結構興味あるのにな。遠野さんがふふっと笑う。さっきの映像もちらついて、なんだかドキリとしてしまった。うん、やっぱりね。ナオ君もお年頃ですね。なんだかこういうの修学旅行みたいだね。自殺しに来たのに。やっぱり直くんは死にたい。僕はその言葉にうなずいた。そっか。その遠野さんも自殺したいんでしょ。すると彼女は何が面白いのかわからないが、クスクスと笑い始めた。いいよ水木で。え？呼び方。水木さん。水木、呼び捨てでいいよ。それじゃあ水木で。うん、よろしい。女の子の名前で呼ぶのは初めてで、ほんの少しばかり恥ずかしい。そうだね、自殺しに来たんだもんね。でもね。でも本当は僕死にたくない。みずきちゃん本当は僕っ子だったのか。僕さ、死にたくないんだ。もう一度彼女は言葉を噛みしめるかのように言った。だけど仕方がないよね、僕にはさ死ぬしか道がないんだもんね。そうだよね、みずきちゃんだけだよね、本当にどっちみち死ななきゃいけないのは。みずきねえ、なおくんにとって学校は自殺したくなるほど嫌な場所？うん。クラスのみんなに迷惑かけてたって言ってたよね。どうしてそう思うのかな。あ、言いたくなければいいんだけど。ううん、そのさ、瑞希にはわからないかもしれないけど、学校では集団行動多いんだ。授業だけじゃなくて掃除当番とか給食当番とかいろいろ。それで僕はどんくさくて、僕がグループに入るとそのグループだけ行動が遅れてしまって、グループの人にはいつも迷惑かけて、先生にいつも怒られて。そうか。まあでもグループ行動だからね、誰かが手伝ってあげればいいのに。ひどい時には罰当番、みんなで。
ぽつりぽつりと言葉を発す。僕は口下手で説明も下手だから不安だったけど、瑞希は相槌を打ちながら黙って聞いてくれていた。一人のせいでみんなに迷惑か。うん、おかしいよ。学校って勉強する場所なのに、どうしてそんなことさせるんだろう。確かにそういうことも大切だってわかるよ。だけど、そうだね。でも、そっか、学校ってそんな場所なんだ。みずきちゃんわからないもんね。そんな場所なら僕もいじめられてただろうな。それはないよ。みずきって明るくて優しいし、その可愛いし。そうでもないよ。僕だってどんくさいし、体も弱い。そしたらいじめられっ子同士仲良くなってたよね。きっと、ううん、絶対友達になってた。みずき、そろそろ寝よっか。明日も忙しいみたいだし。うん、そうだね。それじゃあおやすみ、ナオくん。おやすみ。なるほどね。みずきちゃんいい子だな。寝返りを打ってそっとまぶたを閉じる。みずきと話して気持ちが落ち着いたのか、すぐに眠りはやってきた。なるほどね。はい、ということでね、今回まあいい感じで終わったのでね、次回にしたいと思います。チャプター4話で、まあみずきちゃんはちょっと境遇が違うよね、他の子と。どっちみち死ななきゃいけないっていうのがあるから。でも優しい子だね。これ終わる頃には私もうボロボロかもしれない、めっちゃ泣いてるかもしれない。ということでまあね、今回はここまでにしておきたいと思います。はい、ということで自殺志願者同盟実況パート3終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。